皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日はコピーライターじゃない素人が顧客女性の心を動かす文章を書くときに覚えておきたい心構えということについてお話をしていきたいと思います。まずですね、私がまあコンサルティングをしている、まあ、実際に本当にクライアントさんとか、あとセミナーで出会う方々、主に今教室の先生が多いんですけど、私の場合にはその方たちとお話をしていると、私文章苦手なんですとか、ブログ書けないんですっていう方が非常に多いですね。おそらく肌感覚で8割9割ぐらいがそういうふうにおっしゃる方が多いかな。私文章を書くのが好きですっていう方は非常に少ない感覚があります。はい。じゃあ私自身はどうなのかっていうと、別に嫌いではない、多分好きな部類の方だったと思います。でないとやはり本とか書くのね、あの苦痛ですよね。はい。自分の思いをもともと伝えるっていうことは、苦ではないタイプでした。とはいえ仕事で毎日毎日ブログを書かねばならぬというような、ねばならぬっていう状態で書くとやはり非常に辛いんだろうなというふうに思ったりするんですが、本来はよく表現で使われるんですけれども、ブログっていうのはその自分が伝えたい方、向こう側にいる、ネットの向こう側にいる実際のリアルの方へ伝えるラブレターだっていうふうに言われるぐらい、まあ熱烈なものだし、そんなにこう面倒くさがって書くものでは本来はないんですね。とはいえ文章が書いたことがない方にとっては非常に苦行になると思うので、少しでも、そういう方々が楽に取り組んでいけるような、ヒントを差し上げられればなと思って、お話しするのが今回のテーマです。はい。ですのでそんなイメージでまず聞いていただければと思います。では本題に入ります。まずですね、皆様がおそらく相手になさっている方、特に私は今女性の起業ということについてお話をしているので、起業をされている起業家さんも女性、あと相手のサービスを提供したい相手の方も女性である可能性が高いと思い、このお話をしています。ですので女性の心を動かす時の文章の心構えは何なのかっていうことの、まずまず一番最初どうしても外せない基本のポイントがあって、まあ誰に何を書くかっていう、これはどうしても外せないポイントですよね。誰がっていうのはあなたがなんですけれども、何をっていうのはまあ対象顧客に対してなんですけど、対象顧客とあなたの関係性がどういう状態になっているのかっていうことも、ポイントに置きながらやっていく必要がありますね。ということはどういうことかというと、あなたが信頼できるに足りうる人だということを理解してもらえる、専門家として尊敬できる立ち位置であるということが必要最低限になります。それプラス女性の心を動かす場合には人間的魅力、共感力っていうのがどうしても必要になってくるので、専門知識だけもちろんいっぱい書いていってもまあまあお客様はつくんですけれども、男性の場合はそれでも構わないんですが、女性の場合にはそもそもあの人が好きか嫌いかという感情論が入ってくることがあるので、人間的な魅力として伝わる必要があるんですね。でこれは偽りの自分を出せということではなくて、等身大の自分で会う人とだけ会うっていうような、そういうニュアンスで構わないんですけども、パーソナリティですね、自分らしさが加わった上で専門知識を出していく、これが女性の場合が女性にまあサービスとか商品を購入していただく、ないしは伝えていくための一番重要なポイントになってくるなというふうに思っていますので、まずそこは外していただきたくないということがありますね。でコピーっていうのが、まあ、文章っていうふうに、まあ、日本語で訳されるんですけど、何をじゃあどう書いていっていいのかとかっていうと非常に迷う部分があると思うんですよ。ブログのこういうブログを書きたいっていう時のブログの書き方、あとはイベント集客をしたいっていうランディングページと呼ばれるような、お客様が見て申し込みをしたくなる制約用のページの書き方、ホームページの中のプロフィールの書き方とか、それぞれいろいろこう書き方があるんですね。お客様の心を捉えやすい書き方っていうのがあります。でその中のそのボディと呼ばれる本文じゃない部分の、まあ、キャッチコピーと呼ばれる、いわゆるキャッチでコピーなんで人の目を引きつける文章っていう意味になるんですけど、文章というよりはコメントというか、
非常に短い強烈な言葉である印象とかが強いので、そこのところがまず一つ第一重要になってきて、その後その下ボディと呼ばれる本文ですね、ここの内容の書き方が結構重要になってきます。そしてそのコピーがね結構難しいんですよ、初めての方は。で、私実はですね起業して一番時間をかけて勉強したことっていうのが、ウェブの操作そのものです。ウェブのデザインスクールに通いました。起業してじゃないか、起業前ですね、こちらの方は。退職してから、本当にスタートするまでの間は今しかウェブができないと思ったので、1日6時間ぐらいの専門学校に通って3ヶ月約4ヶ月ウェブの勉強しました、はい、自分でウェブサイトを普通に作りたかったからです。なので、それはやっている、それ勉強もお金も時間もつぎ込んだ一つのスキルです。もう一個のスキルは、これはやり始めてから、私は文章はビジネス文章を書けるんですけど、集客できる文章の書き方っていうのは別物だなっていうのを途中で気がついたんですね。あ、そうか、人の心を動かす引きつける文章ってまた違う勉強をしなきゃいけないんだなと思い、そこからコピーライティングという勉強をしました。いろいろな本も読みました。実際に講座も買い、講座っていうか、オンラインの講座とかを買ったりとか、セミナーに行ったりとか、おそらく費やしたお金はウェブを習うのとほぼほぼ変わらない、100万ぐらいは多分使ってると思います、軽く、はい、でもそれぐらいをしても結局人の心を動かす文章が書けるのか書けないのかっていうことが集客に大きなインパクトを与えることになり、文章が上手に書ければそれだけで一生食いっぱぐれがないんじゃないかと思ったりするぐらい のインパクトがあるのが文章です。ですのでここではめちゃめちゃ詳しくて難しいことを言うつもりはないんですけれども、大きく分けて2つの項目について、各ヒントですね、それをちょっとお伝えしていきたいのと、私がよく使っているというか本とかもですね紹介しながら、それもちょっとご参考に見ていただければいいかなというふうに思ってます。でまずですね、全体を組んでいくっていう時にはその全体の構文ですね、構文、ここにはこういうものを通常は書く、こう書く、こう書くということで、心の流れを読んだ方の購買心理の流れを理解した状態で文章を組み立てていくって一つの構文があります。テンプレートみたいな、でそれに当てはめながら書いていくっていうのがおそらく一番楽です。逆に言うと、この文章の書き方好き、真似してみようみたいな感じで、丸パクリとか良くないんですけど、そういう流れで書いてるんだっていうことを理解して書いていくと、当然売れる文章ないしは予約が入りやすい文章になっています。私のクライアントさんなんかもそれを上手にやる方がいらっしゃって、私は当然研究をして私の文章を書いてるわけですよね。そうするとその文章の構造を分解しながら真似たように書くと、やはり満席になっていきます。はい、そのなぜそれがそこに書いてあるのかを理解できるようになると、似たような構文で書いていくと埋まる文章、申し込みが入りやすい文章ができていく。じゃあ私は全てオリジナルでやったんですかっていうと、そんなことはありません。当然先人の知恵とかうまくいってるコピーライティングっていうのを知ってますから、そちらを真似しながら自分の事業に置き換えながら自分の言葉と文章で書き換えてって作ってます。ですので手っ取り早いのは、この文章好き、なんか申し込みしやすくなるなっていう自分の感性感覚に近い文章を探せるかどうかっていうのが一つです。しかもそれは成功してた文章かどうかっていうのもねあったりするんですけど、だからそういうのを探していただいた上で真似ていくっていうのが結構いいかなと思います。で皆さんが苦手とするキャッチコピーですね、キャッチコピーとかで私がよく生徒さんにお勧めしてたのが、こちらの方の本ですね、売上がドカンと上がるキャッチコピーの作り方、これ一番最初ぐらいに私買ったんですけど、どういうふうにキャッチコピーというのは考えて作っていくのかって実践訓練型みたいになっているので、非常に分かりやすい本で、生徒さんによく勧めている本です。で最近買った本では、こちらの方のキャッチコピーの極意っていう、これもですね非常に分かりやすいですね、実例が結構載ってるので、自分もそういうふうにやればいけるんだというのが非常にこう分かりやすい本でした。そして、こちらの名前がなかなか派手派手しいんですけどね、バカ売れキラーコピーとバカ売れキーワードということで、逆引き辞典みたいにわーっていっぱい載ってます。なので、そういう意味ね、分かったっていうので、パッと使うのに非常に
いい本ですね。じっくりなぜコピーはそういうコピーでなければならないのかを知るには、こちらの本の方がおすすめです。キャッチコピーの極意、売上がドカンと上がるキャッチコピーの作り方、これがキャッチコピー系ではもう主に私が使っているものですね。あとは女性向けのということで、広告のコピーライターが作っている広告のコピー集とかがあと4冊ぐらいあるんですけど、そんなのも見ながら、実際に世の中にサントリーとか資生堂とかキャンペーンの時にやった広告ですね、そのコピーライティングとかを見ながら、ああこれ面白いなっていうのを置き換えて作ったりとかっていうこともあったりします。でそれに対して本文の部分ですね、本文のところにどういうものを書いていくかっていうと、こういかめしい本とかもね結構私神田正則さんって方の本あれが結構好きなんであれなんですけど、こういっぱいあります。文章を書いていく構文の時に参考になるのはこの稼ぐ言葉の法則っていう、これは非常に文章を作っていく時には参考になる本ですね。で同じくその神田さんが書いた部分のザ・コピーライティングとか、あとは禁断のセールスコピーライティングとか、このあたりとかめっちゃ分厚いんですけどね外国の本を翻訳しながら、まあ、中身を書いてってるっていう感じのものなんで、何度見ても新しい発見がある本だったりします。実用的にはこっちの方が実用的かなと思いますね。あとはウェブセールスのコピーの法則という本と、ザ・マイクロコピーですね、非常にこうキワキワのところを狙っていくあれを書いた本になるんですが、あとウェブセールスライティング習得マーケット、ウェブセールスライティング習得ハンドブック、これも割とこうもうちょっと上級な感じになってきた時に読むにはいいかなと思うので、初級よりもうちょっと伸びてきた時には読んだ方がいいかなっていう本です。で女性の場合にはさらにこの、ネットで女性に売るっていう この方の考え方ですね、寺本さんの考え方は女性向きの商品とかの扱っている方特に参考にされたらいいんじゃないでしょうかって思う本になっています。ですのでこれ全部じゃないんですけど、コピーライティングの本だけでも多分家に私は20冊ぐらいあって、特によく使うの今外に出してきたんですけれども、非常に奥深いです何年経っても完璧っていうことはないみたいな感じですけど、だいぶこなれてくると早く書けるようになってくるんですよね。で文章はじゃあどういうところで発揮できるのかっていう話なんですけど、まあ、当たり前ですけど日々のブログですね。であといわゆる Facebook の投稿とか Twitter とか私そんなにはやってないんですけど、短い文字数でインパクトを与えるとかいうんだったら Twitter とかもですね入ってくるかもしれません。でその文章を使った例えば私みたいに本を書くというと本とかにも当然なりますし、お客様を引くためのチラシですね、チラシとかああいうものもキャッチコピーとかが非常に重要になってきますので、集客活動をする上でですね、ウェブで集客をするっていうのはまあとどのつまりどういうことかというと、自分が対面で喋っていなくてもウェブサイトに文字を置いといて、まあ、24時間働くセールスマンと私は呼んでいますが、それがそこにあることによってお客様が訪れ、そして中身を読みいいなと共感して、まあ、申し込みが入るっていう、その自動集客ができる上での要が文字だったりするんですね。だから文字が書けないっていうだけで非常に集客っていう意味では機会損失になる、もったいない感じになります。もちろん私は写真も教えてますし、トータルではビジュアルブランディングっていうこと、ビジュアルマーケティングっていうことを教えしてますので、写真と文章のバランスっていうのも非常に重要視しています。デザインっていうもの目から入ってくるものなので、それが文章の邪魔をしてはいけないし、文章がデザインの邪魔をしてはいけないと思うので、バランスっていうのはどのみち必要にはなるんですけれども、文章がなくてですね、写真だけだとやはり伝わりにくいんですよね。写真素敵で OK なんですけど、それってインスタグラムな感じですよね。写真がいっぱい並んでて、うん、この人素敵っぽいみたいな、そのレベルになります。思いを伝えるにはやはりこういった動画か、あとは文章になってきて、私はたまたま動画が得意なのでこうやって喋ってますけれども、動画苦手な女性も非常に多いですね。そんな方でも文章はまだ書けるっていう方もいらっしゃるので、であればやはり文章は伝わる文章を意識して書いていくっていうことが必要で、
基本的には苦手意識持たない方がいいです。私文章下手だからとかよくおっしゃる方多いんですけれども、下手か上手いかっていうのは書かないと上手くならないんですね。結論は数稽古です。文章はもうはっきり言って、だから何回も何回もたくさん書いてるうちに早くなるし、何回も何回も書いてるうちになんでこれ伝わんなかったのかなと思ったらまた文章を直すっていうことで、文章が下手なんですっていう方は大抵書いてないです。じゃあそこまで苦行しないといけないですかとか言われると、いやしなくてもいいですけど、他に集客できる方法とかあるんだったらそっちトライしてみてくださいっていう感覚なんですが、ブログ集客とかは、ホームページの中にも言葉が入ってくるんですけれども、基本中の基本で、何年経っても色あせてないベーシックな集客方法になります。そして広告文を仮に打つにしてもですね、お金をかけてです、広告文を打つにしても文章って絶対入ってきちゃうんですよ。だから一生もののスキルをじっくり身につけるっていう感覚で文章を書いていくっていうことをトライしてみていただければいいかなというふうに思ってます。そしてその際にですね、どうしても外せないのは自分視点ではなく顧客視点ですね。ですのでその文章の中には当然お客様にとってのメリットが強調された内容が書いていないと読まれないということになります。お客様が知りたいことを、これ知りたかったんだよねっていうことが書いてあれば喜ばれますしね、感謝されます。専門知識とか書いていくときには主にそちら寄りで書いていく必要があります。でそれに反してパーソナリティですね、自分自身のことを書いていくときには、等身大であることの方がいいです。変に例えばセレブ感を装うために世界一周旅行に行ってきましたとか、なんとかかんとかの高級フレンチを食べてきましたとかをことさらに書く必要はなくてですね、確かに美味しい食事行った時の記事とか私もあげますけれども、自慢とかではなく、いや美味しかったんだよっていうのを伝えるだけですね。だからお店とか、ここどこですかとか聞かれれば、あこれはここでとかっていうのを伝えたりするコミュニケーションで、そういうパーソナリティの開示は使っているので、ガチガチの専門知識だけでも、飽きられちゃうんですよね。ブログってその人だから読むとか、その人だから好き、その人だから読みたい、話聞きたいっていう、そういう部類になっていくと自然と集客ができるようになっていきます。あなたから習いたいというふうにお客様の方から言ってもらえるようになるからです。その下地を作るのに文章というのは非常に便利で、苦手でもトライをしてほしい、項目の1個になるので、今回は素人の人でもお客様の心を動かす文章を書くときにどうしても覚えててほしいポイントということについてお話をさせていただきました。まずは苦手意識を捨てて、文章を書いてみる。数稽古、書かないとうまくならないということで、もう短い文章からでもいいので書いていくってことをトライしてみてください。それでは。